メンチカツの表情がガラリと変わった。後に引く香ばしさ、ねっとりしているようでスッと伸びていく熊肉の甘い風味がより鋭く吹き抜けていくみたい。うわ、何これ、おはじけちゃってたよ。出たようだな。これは先ほど出たおはじけの上位にあたる技なんだ。おはじけの上位？おはだけするにふさわしい心のハーモニーに満ちた皿を味わった時、亡きりの血に流れる精神力が波動となり空気中に放たれる。そうすることで亡きり家の者以外にも一時的にお肌けを波及させ伝え授ける現象、その名もお授け。お授けだと？雪平殿がそれほどの品を出せたということか。ふん、このソース、おいしさの秘密は蜂蜜とバルサミコ酢だな。その通りっす。ほのかな甘さがソースに深いコクを、そして酸味が風味をギュッと絞ってキレを与えてくれるんすよ。いや、そのコクとキレだけでは強い味までたどり着けない。この香りはキャラメリゼ。蜂蜜はじっくりキャラメリゼしてるっす。糖類を加熱した時に起こる酸化現象だよね、ベルタ。うん、シーラ、フランス料理からお菓子作りまで様々な料理に登場する重要なテクニックだね。その通り。まず蜂蜜をじっくり加熱しキャラメリゼ、それをバルサミコ酢で溶き伸ばしてとろみをつけたら、別に炒めておいたニンニクや玉ねぎのみじん切りとゴミ酒を加え煮詰める。最後に熊の出汁を注ぎ塩で味を整えれば、熊肉メンチカツの持ち味を加速させる極上ソースの出来上がりだ。ほほう。熊肉は蜂蜜という素材で引き立て、バルサミコ酢とキャラメリゼによって引き算と強調を行ったわけだ。つまり俺は香りの引き算と強調、相対する論理をこの一皿の上で同時に披露したのです。悪いな、選抜決勝の時の意趣返しをさせてもらったぜ、葉山。